十分注意してください。それではスタートしたいと思います。スタート5秒前です。さあ、きれいにスタートいたしました。4番目に行きます。その4人、さあ、この上からはもちろん1番手付けの加藤選手、さあ、2番手付くのは加藤選手でしょうか。これでリードの絡みが欲しいらしい。さあ、インクリアして、メンジャーからスタートアンケー。さあ、メンジャーもきれいに決めて、さあ、最後にシンクリの胸を回しているところ。さあ、これ変更してしまったか。番組で気をつけてくださいね。はい、クリアです。さあ、2番加藤選手とトップ加藤選手の差は3秒。さあ、本当にきれいにミキちゃん着地。こうやってミキちゃんが加藤選手のマシン。10秒です。
島ぶっちぎる。タイムアップ。さあ、残り5分のゴールです。さあ、島が1ゴール、小林1ゴールです。さあ、タイム1ゴールです。さあ、佐藤選手 4%、さあ、5%ゴールしていきますね。さあ、山口選手、最後、岡田選手のレシーブです。